ここまで勝ち上がってきた精鋭による頂上決戦、チャンピオンズミーティングダート決勝。3番人気はこの子です。2台ダート戦覇者スマートファルコン、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗。2台ダート戦覇者2番、コパノリッキー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ここまで無敗。2台マイル戦覇者オグリキャップ、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番コパノリッキー、4番コパノリッキー、5番コパノリッキー。第1コーナー回って第2コーナー、期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、2番コパノリッキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は2番コパノリッキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは4番コパノリッキー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、先頭は相変わらず2番コパノリッキー。続きましたスマートファルコン、その外と並んで駆けよう、意地を締めて。4番手に待機シャトル、5番手5番コパノリッキー、オグリキャップ、ここにいた。3馬身差、7番ナイスネイチャー、少し後ろからゴールドシチ、内を回って1番ナイスネイチャー。船橋名物のスパイラルカーブを抜けて直線へ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは2番コパノリッキー。待機シャトル食い下がる。私の全力だ。残り200、2番コパノリッキー、足は衰えない。2番コパノリッキー、リードは2馬身、お見事。2番コパノリッキー、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。勝ったのは2番コパノリッキー。この大舞台を見事勝利し、ダート王者の座を手にしました。最高の地勢に